アンゲルバッハタールはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー軍に属すマチソン。ジンスハイムとブルフザールの間のクライヒガウに位置する。町の名前はクライヒガウを流れるバルト・アンゲルバッハ川の渓谷に由来する。アンゲルバッハタールはハイデルベルク近くのクライヒガウ丘陵に位置する。この町は同盟の谷に位置している。この渓谷は ラウエンベルクでオーバーライン地交帯に至り終わる。その穏やかな気候は農業や人々の気質に影響している。最高地点はロスベルク山頂の283メートル。最低地点はアンゲルバッハの川床で159メートルである。この町に隣接する市町村は北から時計回りにジンスハイム、エストリンゲン、ミュールハウゼンである。 エストリンゲン以外はいずれもラインネッカー郡に属す。この町はアイヒタースハイム地区とミヘルフェルト地区からなる。アイヒタースハイムは838年のロルシュ文書に初めて記録されている。1200年頃この村は主体な破棄資料となった。1541年からクライヒが浮き市関東に属すフェン人間系が領主権を行使した。1806年に アイヒタースハイムはバーデン領となった。ミヒエルフェルトは831年のロルシュ文書に初めて記録されている。1508年からバーデン領となる1806年まで、原民元イコールホルンベルク家がこの村を統治した。1972年4月1日にアイヒタースハイムとミヒエルフェルトは合併して、アンゲルバッフ・ハタールが発足した。 1938年まで、ミヒエルフェルトとアイヒタースハイムには、ユダヤ人組織があった。アイヒタースハイム郊外には1781年に、ミヒエルフェルトには1868年に、ユダヤ人墓地が作られた。ナチス時代の迫害により、1933年に、この町に住んでいた、ユダヤ人のうち少なくとも5人が命を落としている。アンゲルバッハタールの町議会は、 14議席からなる。ズ柄、ガラ、青地に2本の金の波帯。斜めに組み合わされた2本の赤いユリ飾りの杖。交点に被せて青い小型の盾。小盾の中には顔のある金の三日月。この紋章は町を構成する両地区の紋章を組み合わせ、町の場所と名前を同時に象徴している。ユリ飾りの杖はアイヒタースハイムの紋章に由来し、さらにはこの村を かつて統治したフェン人間男爵の紋章に由来する。一方、顔のある三日月は、ミヒエルフェルトの紋章に由来し、原民間男爵の紋章に基づく。波体は、アンゲルバッハ側川を象徴している。旗は、黄色から青で、紋章とともに1985年4月30日に、ラインネッカー軍の認可を得た。アイヒタースハイム常連邦堂。 b 二百九十二号線と b 三十九号線がアンゲルバッハタールを通っている。b 二百九十二号線はブルフザールからエストリンゲンを経由し、アンゲルバッハタールのアイヒタースハイム地区を通って、ジンスハイム、さらにはモースバッハ方面に走る。b 三十九号線はビースロッホからミュールハウゼンを経由し、アンゲルバッハタールのアイヒタースハイム地区を通って、ジンスハイム、 さらには、ハイルブロン方面へ走る。両道路のアンゲルバッハタール・ジンスハイムは、共通区間となっている。修道 L551 号線は、アンゲルバッハタールのミヒルフェルト地区から、バルト・アンゲルロフホ・エッピンゲン方面へ向かい、軍道千4177号線は、ミヒルフェルト地区から、デューレン・エイタル。フリードリヒ・ヘッカーの館芸術会ユルゲン・ゲルツは、 アンゲルバフハタール出身者ではないものの、その作品が特にアイヒタースハイムのシュロスパークで多く目にすることができる。ありがとうございます。